ヤーコブ・ドブ、ケツァレイ・カッツは、イスラエルの政治家、軍人、入植者。国家統一党党首、ヤーコブ・カッツ・エルサレムで生まれる。1970年に、イスラエル国防軍に入隊する。1973年に勃発した第四次中東戦争に従軍、同戦争で、南部管区司令官だったアリエル・シャロンの副官を、務める。エジプト側に越境した際に、 エジプト軍の RPG-7 の直撃を受け、重傷を負う。数ヶ月監視の淵をさまよい、現在も足にはその後遺症が残る。軍隊時代の最終的階級は注意。国防軍隊役後は、ユダヤ人入植者団体グッシュエムニームを立ち上げ、1978年からユダヤ人入植地の拡大運動に身を投じる。 1987年には、右派のテレビ局、アルーツシバの立ち上げに関与する。カッツが政界との接点を持つことになるのは1990年からで、同年に、かつての上官だったシャロンが、シャミール政権下で、住宅建設省に就任したことに伴い、シャロンに壊れ補佐官に就任する。当時は、冷戦構造が下火になったことに伴い、ロシア、 東欧からの帰還者が殺到していた。そのため、3万5000個余りの新規入植地建設計画の立案に携わる。2008年12月、統一党のベニー・イエロンの引退表明に伴い、同党党首に就任する。2009年に、クネセト議員に初当選する。総選挙後、シモン・ペレス大統領から首相に指名されていた、ベンヤミン・ネタニヤフと連立交渉に入るものの、 政策合意には至らなかった。2013年のクネーセト総選挙には出馬しなかった。2005年のガザ地区撤退計画で撤去されたガザ地区、及びヨルダン川西岸地区のホメッシュに入植地を再建することを公約としている。ホメッシュはイスラエルが実効支配しているヨルダン川西岸に位置することから、ウーハ宗教勢力の間で根強い再建対暴論がある。 夫人との間に7人の子供がいる。現在はヨルガン川西岸のベートエル在住。ありがとうございます。